島崎和也は、地方競馬の笠松競馬場、柴田隆史旧社所属の元騎手、地方競馬教養センター騎手家庭第77期生。2003年3月31日付で、地方競馬騎士免許を取得し、飯星秀人旧社からデビュー。同年4月2日、第1回笠松競馬1日目第3競争サラ系3歳3組条件戦、望むに高山で、 初起場。同年5月22日第3回笠松競馬4日目、第5競争ラ系、B17C3 組条件戦を、小栗パピーで優勝し、初勝利。イーボシヒト調教師引退に伴い、2004年5月22日付で、小森勝政9社へ、所属変更。2007年10月1日付で、小森勝政9社から放り、勝広9社に所属変更。 その後、翌2018年1月1日より再び、小森勝政旧社に所属変更した。2009年8月21日第8回笠松、ま競馬第6日、第6競争ラ系、C4 組条件戦を、古法サンデーで優勝し、3650戦目で、地方競馬通算100勝達成。2016年4月1日付で、法利、 勝ツ旧社から柴田隆旧社に所属変更。2020年8月1日に引退。引退に先立つ6月23日、岐阜県警が、笠松競馬の関係者4人が馬券を買ったとして、競馬法違反の疑いで、事情聴取、並びに、旧社や関係者の自宅などを家宅捜索しており、共同通信や産経新聞などは、免許を交付されず引退した人物が、 馬券購入に関わった容疑で捜査中の長教師と、騎手の4人であるという趣旨の報道をしている。2021年4月21日、騎手時代に、賄賂の供与、勝馬投票権の購入を行ったとして、岐阜県地方競馬組合から、岐阜県地方競馬組合地方、競馬実施条例施行規則第67条に、基づく、競馬関与禁止処分を受けた。これは無期限で、 競馬場への出入りなどを禁止する処分である。地方通算成績は5665,146勝2着245回3着341回。勝率2.6%、連帯率6.9%。ありがとうございます。